医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルようこそ。こんにちは、川村慎也です。電子処方箋が令和5年2023年の1月から、スタートするというところなんですけれども、もう準備万端、いつでも来ていいよという医療機関さんは皆無だと思います。それもそのはずと言いますか、前々からやるよやるよとは言っていたものの、いろんな情報がこう出てき始めたのが最近でして、そういった意味では意外とですね、残された時間も少ないし、医療機関さんも準備するものも必要だし、おそらく費用もかかってきますし、そういったところでいろんな情報が必要なんじゃないかなと思いまして、今日はですね、電子処方箋とはどういうもの、患者さんが来たら医療機関さんどうやって対応するのという部分ですとか、スケジュールの部分ですとか、あとは留意事項などをまとめてですね、お伝えをいたします。まずですね、電子処方箋どんなものかというところで、なんとなく皆さんこんな感じっていうのは分かってると思いますので、患者さんが来ましたという、 こう流れから追っていくのが良さそうだと思いますので、まずそこからですね、説明していきます。まずですね、こう患者さんが医療機関に来ました。そこで患者さんが用意するものは基本的にはマイナンバーなんですけれども、しばらくは保険証でいいです。これをですね、オンライン資格確認のネットワークを使いますので、まずオンライン資格確認をしていただくという形になります。でその時に、例えば顔認証付きカードリーダーのこう画面推移のイメージからなんですけれども、この赤い部分が加わる感じなんですね。電子処方箋を希望しますか希望しませんかというポッチがこう出てくるというところになります。この資料はですね、7月25日の厚労省のですね YouTube ライブで配信された資料になりますけれども、こんなイメージで患者さんがポチッと押します。でその後ですね、医療機関様診察しました、処方をしますという時に、ドクターはですね、この HPKI カードというのを事前に取得しておいてですね、おそらくカードリーダーか何かでカルテに読み込ませて処方を発行します。どこに発行するかというと、オンライン資格確認の、ね、こうネットワーク上に、いわばマイナポータルという言い方の方がいいかもしれないんですけれども、電子処方箋をこう登録するような形になります。これはですね、オンライン資格確認ネットワークとあえて私が書いてありますので、オンライン資格確認も入れられている方はですね、もうそのネットワークを使って電子処方箋を一旦その患者さんのタンクにこう貯めるような感じです。で、登録の画面なんですけれども、こちらですね、厚労省の YouTube 配信からの画面なんですけれども、ちょっと見にくかったらすいません。この処方オーダーの入力画面のイメージっていうところありますけれども、例えばですね、過去のお薬情報みたいなボタンができてですね、押すと過去のお薬データが見れたりですとか、重複チェックというところをやると重複する投薬のですねチェックなどがこうできる画面に飛んだりとか、処方にコメントをこうつけられるところはもちろん電子的なものになってもつけられるような形というところで、これで登録っていうところを押すと、先ほどのこのオンライン資格確認のネットワークにこう飛んでいくような形になるのかなというところです。でその後ですね、医療機関さん、実はこれペーパーレスになるわけではなくて、患者さんにですね、処方内容の控えっていうのをお渡しするような形になります。これもですね、 YouTube ライブで配信された資料なんですけれども、こんな感じで処方控えっていうところに引き換え番号みたいなのが書かれていて、おそらくこの番号も加味して薬局さんで処方がなされるのかなという感じもするんですけれども、これをお渡しするということ、紙の処方を希望された場合は従来通り紙の処方を処方するという形になるそうです。なので医療機関さんは必ずどっちかの紙はこうお渡しするような形になるようです。でその後ですね、薬をもらいに患者さんが調剤薬局に行きました。この時もですね、マイナンバーとか保険証がいりますので、このマイナンバーでピーッとこう調剤薬局でやるとですね、調剤薬局はあ、この人のねということで、資格確認のネットワークで処方箋を取りに行って処方ができるという形の流れになります。処方の流れについては、こういう感じです。これが2023年の1月からスタートということで、医療機関さん何が準備で必要なのかというところなんですけれども、大きくは4つかなというところです。括弧してですね、2022年7月時点って書いてありまして、これからですね、いろんな情報がこう出てくるので、もしかしたら変化したらすいません、今の時点でということで付け加えさせていただきます。まずは電子カルテの対応が必要ですよね。ネットワークに処方箋を送るという仕組みが必要です。でこれに対しては補助金があって、
この回収にかかった全部の金額の半額が補助される、19万4000というのが上限であるということのようです。それから HPKI カード、まあ、医師の資格確認カード、まあ、ハンコ代わりかなっていう感じです。電子的なものを送るわけなので、従来は処方箋にハンコが押されてましたけれども、電子的なハンコを押すために資格確認カードがあって、おそらく電子カルテとカードリーダーみたいなのでこうつなげてですね、そこで資格を確認し、この処方箋が誰からこう発行されたものかというのがこう分かるような仕組みになる。このですねカードの取得費用はですね、補助金等は今のところないそうです。それからオンライン資格確認のネットワークにつなげますので、これはもう始めておく必要があります。これはあの同時に始めるっていうのも OK だそうです。それから電子処方箋の利用申請というものをするというところになります。で、まあ、いくつか留意事項みたいなものがあるんですけれども、今年の改定で話題になったリフィル処方箋についてはまあ対応していないということで、まあ、電子でなく紙的なものでやるということになるんだと思います。それから基本的にはそうだよねっていう感じもするんですけど、院外処方向けの取り組みであるということです。要するに院内には対応してないということです。それから厚労省でですね、対応する医療機関を公表する予定、医療機関もしくは薬局ですねを公表する予定だそうです。確かにですね、電子処方箋発行したけれども薬局の方で対応していなかったら紙を取り直してくるみたいなこともありえますので、どこが対応しているかっていうのも公表されるようです。それからお薬の情報って患者さんはですね、携帯などでマイナポータルから見られるようになりますので、じゃあお薬手帳いらなくなるのということではないそうで、そのお薬手帳とも連動なのかどうかわからないんですけれども、するような形なんだそうです。いかがだったでしょうか。まあ、基本のところをさっとこう押さえただけですけれども、多分この基本の概要が分かっていれば、あとは何を準備すべきかっていうのが分かっていればですね、まあ、今のところは大丈夫かなというところで、例えば8月とかですね、今後もいろいろ厚労省からですね情報が発信されるようです。でその情報が発信されるサイトについては概要欄から行けるようにしておきますので、ぜひそちらもご覧いただければというふうに思います。何かですね情報がアップデートしたらですね、引き続きですねこちらのチャンネルでお伝えしたいと思いますので、ウォッチされたいなという方はですね、チャンネル登録としていただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回。